記者の話、勉強になります。ありがとうございます。成功し続ける経営者にもいろいろな経営者がいると思いますが、その成功し続ける経営者の中でも共通する考えや特筆することがあることがあるとすれば何個か教えてもらいたいです。よろしくお願いします。これはですね、僕の うぬぼれかもしれないんで、あんまりそのなんだろう、偉そうに言えることでもないんですよ。ただ僕がなんだこの人って魅力あるな、勝てないなとか、うわすっごい迫力だな、勢いだなって、簡単に言えば、勢いがあるのはちょっとね、危ない方の人もいるんであれなんで、すごいなと思う人っていうのは簡単で、見ててみ、みんな男にモテるって変な、取り巻きとも違いよ。みんながいやいやいるんじゃなくて、呼んでもいないのに勝手にいろんな人が集まってくんだよ。バンバンバンバカ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 、呼んでないよ。どっかのお店にいても呼んでないのに、呼んどきましたとか頼んでもいないのに。でもね、全部お金を俺が払うんだよな。それはいいんだけど、まあでもそういうお金を目当てに来るわけではないけど、人がついてくるよ。来ないよ、そんなダメな人に。あ、俺がいいんじゃなくて、俺だってダメだよ。ダメなこともいっぱいある。もうだらしがないもん。女にもだらしがないし、もう本当にだらしがないんだけど、人がついてくる。お金は払うでしょうね。みんなお金、ただで飲めると思ってそういう人のところに行くんだけど、でもさ、普段の仕事から、普段のいろんなところから見てたら、やっぱりさ、違うっていうところが、もしもうあなたたちがある人を見ていてわからなかったら、必ずしもダメだと言わない。目立たないようにしている人もいるからね。目立たないようにしている人でも、その周りがちょっとでもなんか倒れそうになったりみたいな、まああれもやりすぎとも言えますけどね。金目当てなんかって言ったら、あなた金目当て以外に何かするんですか？金目当てやんかって、そりゃそうだろう。やっぱそりゃそうなんだよ。そういう仕事で、だから取り巻きを仕事とは思わないけど、でも、じゃあ、別に、ね、呼んでないのに来るんだから、で、お金なんかあげてないよ、俺、1円も男の子なんかに。なんであげんのよ。あげてもいないけど、寄ってくるんだよ。それがあなたにはわからないんだろう。残念だな。まあ、あまり人のことを言うのはやめましょう。まあ、とにかく、なんとでも文句言えばいいし、言えばいいけど、じゃあ自分で実践してやってみろよ、っていうことだよ。しょうがないよね。だからさ、寄るのは金目当てじゃんってみんな思うの。でも来てみて、まあ俺は何人もそう言われたよ。俺は思ってないよ、思ってないけど、松橋さんの周りってなんでこんな人が集まるんですかって、これただお金目当てじゃないんですよねって。楽しいから集まってんですよねって。だから俺がいて嫌なんだった。俺がいるのが嫌なんだったら来ねえやつは来ねえし、俺が帰ったら1秒で帰るよ。帰らねえんだもん。俺が帰っても帰らないんで楽しんでるのはいいか悪いか別だよ。でもまあそういうことだよ。まあなんかさっきからいろいろ言ってるけどさ、何?そうね、そうだよね。さっきの人ごめんね。まあみんなそうなんだよね。なんか、記事つけた方が俺も答えるからさ。まあ別にいいんだけど。はい、そばにいる人を楽しませ、いやいや、それをね、俺はね、そばにしている人を楽しませようと思って、あんまり やらかすと、ひろゆきに、あの人はね、バカだからね、やりすぎちゃうんですよって言われるんですけど、俺あんな、まあ、俺ひろゆきじゃ仲いいから何も言わんよ。だから俺あんま言わんけど、まあよくもあんなひょうひょうとしてられますねって、何があっても何も起こってないかのように、ね、地球が爆発してもね、何も思わないような感じの人に見えますけど、まあどっちでもいいや、別に、あいつはあいつ、俺は俺、関係ないです。っていうことで、はい、次行ってみましょうか。おー。